ご飯の梅、長い花風。ふるさとの東京には、去年の秋、竜宮先から帰ったその日、ほんの一夜を明かしたばかりなので、その後は、東京の街がどうなったか、何も知るよしがない。年は変わって、春の来るのも近くなった。何かにつけて、 アメリカに関することが協定に往来する折からでもあろう。ふと私は、ある年の春、麻布広尾なる高林寺の高級に、米国通訳官ヒュースケンの墳墓を訪ねたことを思い出した。ヒュースケンの自責は今さら税するに及ぶまい。開港前、下田に上陸した米国の施設、 タウンセンとハリスが、幕府の勇士と断判するには、オランダ語に通ずることの必要から、オランダ人にして、また、米国人になるその人を伴ってきた。本国には、一人の母がいたという。ヒュースケンは、後に、米国の公使館が、九段下から、麻布全福寺の境内に移されてから、一夜、芝、赤羽橋、 外維人接遇所から馬で帰る道すがら、滝木菓子で、日本の資格数人に襲われ重傷を負い、全福寺境内の講師館に入ると、間もなく息を引き取った。今、座右に参考書を持たないから、文久年間とばかりで歳月を明記することができない。葬式は、どういう関係からであるか、 全福寺では執行せられず、さほどには遠からぬ、疲労の降臨寺で営まれ、その亡骸は、その裏手の丘に登る墓地に埋葬せられた。その時の光景は、英国公使オルコックが、大君の首都における三年、と題された名高い記録に祭述せられている。それによって見るに、葬儀の主催者は、 フランスの伝道師、帽子で、エイ・ベイ独仏の施設と随員とが散列し、ドイツ軍艦から上陸した海兵が軍学を推奏した。そして、高林寺の境内には老樹が多く、墓地の遊水であったことまでが思細に描写せられている。私がヒュース軒の墓を見ておきたいという心になったのは、 オルコック講師の記録に誘われたがためである。記録は感想なる報告書ではない。著者は後に江戸・浮世絵の収集家として欧州の神塚中に知られた人だけあって、観察は細微にわたり、文章は理路整然としていながら、時には神経質かと思われるほど感情に富んでいる。私は読み下しの際、 光臨時早々当日の光景は、もしも私にしてこれをよくすべき才能があったなら、孔子の儀曲、孔子の一幕ものをなさしむるにたるべきような心持ちがした。帰り見れば十四年前のことである。満州事変が起こってからは、世には貧品として暗殺が行われ始めた頃である。 一種の英雄主義が平和に飽きた人心を届くし始めた頃である。しかるに、どういうわけからか、この新しい世の数勢に対して、私は不満と不安等を覚えて山ざる結果、日本刀のために生命を失った外国指針の運命について、これを悲しむ上のにわかに激しくなるのをとどめ得なかった。日本刀をもって、 外客を道に切った老子の心は言うまでもなくそうとなすべきであろう。しかし、それとともに、老母を国に残してきた遠客の死は、さらにはるかに悲壮であり、また偉大であると言わねばなるまい。私は、慶應義塾の教団を退いてから、久しく疲労のあたりを通る機会がなかった。四谷潮町から、 青山霞町を過ぎて疲労に至る市内電車の初めて開通したのは久しからざる以前のことでその時分郊外橋から疲労の麓を過ぎて三の橋に至る昇流の岸には昔ながらの郊外らしい田園の風習が残っていた電車の屋根は沿道の樹木の垂れ下がる枝に触れぬばかり流れの水の席にせかれてクとなるあたりには 水車が緩やかに回っていた。しかし震災後に至って、電車は疲労の曲がり角からその視線を豊沢から恵比寿の方へと延長させるようになって、水車の回っていたあたりは市中の伊豆湖にも見られるような乗り換え場の雑踏を呈するところと化した。高林寺の門前には赤羽橋の方へ行く電車の停留場がある。 門前の道路には、松の老子が両側からその枝を交えていたことを覚えているが、幾年の後、重ねて来てみると、松は大方切り去られながら、それでもどうやら王子を思い起こさせるだけの一二本を残していた。門内に進み入り、扉の影の花屋で工芸を買いながら、私は何と言っていいかわからぬので、 まず、それとなく、ここのお寺に、西洋人のお墓があったと思いましたが、すると、花屋のばばは、折々弔いに来るものがあると見えて、ええ、ございますよ。本堂の裏です。別に怪しむ様子もなく、火をつけた線香と、ありあう手置きを片手に、すたすた井戸の方へ、 私は境内を見回しながらその後についていく。墓は本堂の後ろ。山椿の花が見事に咲いている崖を五六歩上がりかけたところにあった。崖土の崩れが生い茂った木の根で危うく支えられているので、傾斜した土の上に建てられた墓石は高さ三四尺ばかりに過ぎぬが、 前の方に飲めりはしないかと危ぶまれた。石の頂に屋根型の飾りが載せてあって、栄字で生命及び感銘、それに鬼神が濃くしてある。石の傍らにあまり大きくない一株の梅があって、その枝には点々として花が咲いていた。墓の周囲には結ばれた柿もないので、梅の木は 隣の墓に葬られた人のために植えられたものかもしれないが、私の目には限りなく懐かしい心持ちがした。立春を過ぎてあと、あまり引かずの立っていない早春の日は、冬日に変わらぬ薄い柔らかな光を斜めに石の面に注ぎ、あるかなしかの微風に吹かれもつれる線香の煙の消えゆく末までを明らかに照らし出している。 私は大きく緩やかに動く波のような悲しみ、陶水に似たようなむしろ心よい哀愁に包まれながら、線香の煙を後に残して、母藩を去った。日本の軍隊が北京で放火を放ったのはこの年の夏である。私はその後、ひとたびも疲労を過ぎる機会がなかった。去年爆弾は、 光林寺の銅を焼いたか否か、私は知らない。銅後の崖にあったヒュースケンの墳墓が、もし無事に残っていたなら、私がかつて見た一樹の梅は、十四年の清掃を経ただけ、その幹を太くし、間もなく花を咲かすであろう。思うに、米国新中軍の兵士は、すでに幾度か、その国の不幸であった外交官の霊魂を、 慰めるために花束と祈祷とを捧げに行ったであろう。そして春になったら彼らもまた私と同じようにフンに香る一樹の梅を見逃さぬであろう。昭和21年日の絵犬正月時事新報書斎。